オックスフォードストリート。オックスフォードストリートは、ロンドン市中心部ウェストミンスター区を、東西約2キロメートルにわたり貫く大通りである。年間2億人以上が訪れる、ヨーロッパで最も人通りが多いストリートであり、300以上の店舗が連なる、世界的なショッピングストリートとして有名である。前日の通り、オックスフォードストリートは、ロンドンの大動脈である。 その東端はニューオックスフォードストリートを挟んでハイホルボーンと西端はベーズウーターロードにつながっており、それらをすべて合わせるとホルボーンからノッティングヒルまで約7.5キロの長さをほぼ一直線につないでいることになる。オックスフォードストリートには多くのバスルートが設定されている。しかし朝夕のラッシュ時にはバスが数珠つなぎになり渋滞しており、 バスを降りて歩いた方が早い場合もある。また2006年から1年に一度、12月の最初の土曜日に限り、歩行者天国にする試みが行われている。オックスフォードストリートが一番華やぐのは、クリスマスショッピングシーズンである。この時期は、周囲のストリートと同様に、オックスフォードストリートもライトアップされ、買い物客を楽しませている。このライトアップの点火式には、 多くの著名人が参加する。過去5年の点火式出席者は2008年、シュガー・ベイブス、2007年、レオナ・ルイス、2006年、2005年ウエスト・ライフ、2004年、エマ・ワトソン&、イル・ディ・ボー&、スティーブ・レッド・グレーブである。オックスフォード・ストリートは巨大なショッピングストリートである。しかし、いわゆる高級ブランドは、オックスフォード・ストリートと縦に交差する。 ボンドストリートやリージェントストートに集積しており、オックスフォードストリート自体にはデパートを除いて庶民的なブランドの基幹店が多いのが特徴である。特にオックスフォードストリートのほぼ真ん中にあるリージェントストリートとの交差点より東に小売店が多い。逆にオックスフォードサーカスより西はイギリスを代表するデパートの本店が集積している。このオックスフォードサーカスより 西の部分だけで、店舗面積は330万スクエアフィート、約306万5000平方メートルを超える。これはイギリス第2、第3の都市、マンチェスターとバーミンガムの再開発地区の、店舗面積の合計を上回る。蒸気のように膨大な店舗面積を持つ、オックスフォードストリートであるが、立地や人手のため、その賃料は高額である。 世界58カ国で営業する不動産会社が2007年に実施した調査によると、オックスフォードストリートの賃料は、スクウェアフィート、約30センチメートル平方あたり年間631ドルで、これはイギリスで2番目、ヨーロッパで4番目の高さで、東京の銀座地区に匹敵する。なお、イギリスで最も賃料が高額だったのは、ボンドストリートであるが、オックスフォードストリートが、 イギリスで最も賃料が高いストリートの座を譲ったは20年間の調査で初めてとのことである。オックスフォードストリートは古代ローマブリタンニア時代にイングランド南部ハンプシャーとロンドンの東北にあるコルチェスターとをつなぐビアプライノボンティナという軍事道路の一部としてロンドンの主要な道路となって以来1500年以上の歴史を誇る。 12世紀から18世紀前半にかけては、この通りは近くを流れるという小川日内で、タイバーンロード、ロンドン北西部に接続することから、南東イングランドの大学都市オックスフォードに接続することから、オックスフォードロードなどと呼ばれていた。18世紀後半、オックスフォードイコール、モーティマー博、エドワード・ハーレーが、周辺の土地を手に入れ、開発に着手する。通りの名称も、 オックスフォードストリートに定まる。建築家設計のロンドンパンテオンがオープンし、猛獣のショーや仮想パーティーの会場になる。これを契機として、オックスフォードストリートは、娯楽の通りとして有名なる。その後は、リージェントストリートなどが、ショッピングストリートとして開発されるに伴って、オックスフォードストリートも、ショッピングストリートとして変貌していき、今日のような形態になった。 オックスフォードストリートの店舗で最も特徴的なのはデパートであろう。ハロッツに次ぐ規模でイギリスを代表する百貨店4つが本店を構えている。マークススペンサー最大の店舗もある。医療品店としては世界最大の店舗面積を誇る。そして日本のユニクロや H&M の機関店などもある。またオックスフォードストリートは 世界的な音楽販売チェーンの創業地でもある。HMV は1921年、オックスフォードストリート363番地に最初の店をオープンした。バージンメガストアも1971年、ストリートの東端に最初の店をオープンしている。また、ストリート周辺には、ローリングストーンズが初めてステージに立ったや、セックスピストルズや、 お足も演奏したなど、ライブハウスやナイトクラブが、軒の連ねている。2009年4月現在営業している店舗。最新情報は、オックスフォードストリート公式サイトを参照。ロンドン中心部を東西に走る、オックスフォードストリートには、ウエストエンドの主要な通りが交差する。地下鉄の駅も4つあり、多くのバスルートと合わせて、アクセスが大変良い。 東から西へ楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。